月刊倉敷情報局、毎月1回倉敷市のホットな話題をお伝えする月刊倉敷情報局のコーナーです。スタジオには第41代倉敷小町の竹垣奈美恵さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。お久しぶりの竹垣さんですけれどもね、今回のテーマ何でしょうか。はい、今回は米粉です。現在小麦粉の価格が高騰していることは皆さんご存知ですか。はい、そうですね、うどん屋さん大変って言ってました、ね、取材先の、ね、方々、はい、本当に高くなっちゃってね。小麦粉の代わりとして今注目されているのが米粉なんです。米粉は国内で安定的に生産されているお米を細かく砕いて粉状にしたもので、昔からせんべいや和菓子に使われてきました。米の消費量が減少している今、米粉を消費することは日本の水田、そして農家さんを守ることにもつながるんですよ。積極的にいただくことがこう支援にもつながる、美味しいですね。いいですよね。そんな中、現在倉敷市では市内の11店舗を対象に米粉スタンプラリーを開催しています。このスタンプラリーは米粉の美味しさや魅力を知ってもらおうというもので、期間中米粉製品の購入または飲食をすることで1店舗につき1つスタンプをもらうことができます。スタンプを3つ集めて応募すると素敵なプレゼントが30人に当たります。私もスタンプラリーに参加してきましたよ。お、なんか食べてるね。優しい甘さで生地もしっとりしていて美味しいです。倉敷市の中庄エリアにあるベイクショップクラシスにやってきました。倉敷のオアシスになれるようにという願いを込めてクラシスという名付けられたこちらのお店では、はい、素材にこだわった体に優しいお菓子やパンを販売しています。いただいたのは米粉のカフェモカパンケーキ。すごく食べ応えがありました。こちらの商品は岡山県産の米粉を使用しております。米粉を使用しているのでもちっとした食感になっています。そうですか。小麦よりも腹持ちがよく食べ応えも感じていただけます。焼き菓子だけではなく、こちらで作られているパンにもお米が使われているそうですよ。米粉は栄養価が高くヘルシーなだけでなく、小麦アレルギーの方にも安心して食べていただけます。今後は米粉を使用した商品をもっと増やしていけれるようにしたいと思います。美味しくて体に優しいお菓子やパンを皆さんもぜひ味わってみてくださいね。はい、ここで一つ目のスタンプをゲット、うん、はい、続いては熱々ジューシーなあれをいただきます。え、米粉で熱々ジューシーなんでしょうね。うん、訪れたのは玉島地区にあるテイクアウト専門店唐揚げ山木です。唐揚げ、お客様の注文を受けてから揚げる唐揚げはいつでも出来たて。わー、美味しそうですね。うん、そんな唐揚げ山木には個性豊かなメニューが揃っているんです。梅のディップと一緒に食べる梅メドリやカレー塩をまぶして揚げたカレー風味の唐揚げなど、気になる商品がたくさんある中で今回いただくのは、うん、何食べたの。はい、お待たせしました。サムライチキンになります。サムライチキンか。はい、美味しそう。この唐揚げは意外なお米の使い方をするんです。はあ、そうなの。こちらの唐揚げはですね、衣に米を砕いたのを使いまして、ちょっと粗めに砕いているのでプチ斬新食感みたいな感じで出来上がっております。衣に下味にはなんとお茶と大葉が使われていて、はい、さらにお米を衣にして揚げていくんです。どういう味になるんだろう ね、 そう、食感も極めつきにこちらの特製お茶ディップをつけていただきます。和じゃ侍さあ、どんな感想でしょう。プチプチっとしたお米の食感がとっても新しいです。やはり感じるんですか。お肉の旨味とお茶と大葉の爽やかな風味がマッチしてとても美味しいです。ここでしか食べられないサムライチキンをぜひ食べに来てください。サムライチキン。あ、切った、切られた、坂本君。はいはい、スタンプ2つ目もゲットしました。残りあと1つ。最後は水島地区にあるお店に向かいます。オーブンからなんだか幸せな香りがしてきます。たまらんね、これは。うわー、すごいいい香り。これは食パンですか。だ、ね、出してくれたのは出来たてのパン。焼き色も綺麗ですよね。これが米粉の食パンなんですか。そうです。いや、香りもごちそう。よかったら召し上がってみますか。うん、ありがとうございます。最後に訪れたのはフレッシュベーカリーエンゼル。
この地で35年愛されている名店で、ソフト系を中心にパンや焼き菓子およそ50種類が販売されています。そんなエンゼルの人気商品は、店主が何度も試作を重ねて完成した米粉の食パン。特別に焼きたてをいただきます。絶対おいしいやつや。おいしい。しっとりもちもちで、そしてふわふわ、いくらでも食べれそうです。わあ、でしょうね。これたまらんわ。米粉本来の甘みも感じられて、とっても美味しいです。わあ、熱々もいいね。米粉のパンと小麦粉のパンの違いはありますか？そうですね。一番大きな違いは、お米の持つアミノ酸バランスがそのまま米粉パンに入りますので、とても栄養価が高いということで喜ばれています。お米の良さが生地にも味にも存分に生かされていました。あ、予約がありがとうございます。元気だったね。そういうことですね。おすすめです。お、3つ目じゃん。はい、ゲット。スタンプが3つ集まりました。どのお店も本当に美味しかったです。それまで馴染みのなかった米粉ですが、今回たくさん米粉を使った商品を食べて、米粉の持つ魅力を学ぶことができました。体にも優しい米粉の商品をこれからの生活にたくさん取り入れていきたいです。現在倉敷市では米粉の普及促進事業に大変力を入れておりまして、で昨年10月には本庁舎の敷地内に米粉製粉機を設置いたしました。すごいね。今回のスタンプラリーには、倉敷市内の米粉商品を取り扱うお店が集まりました。皆さんもぜひこのスタンプラリーに参加していただいて、米粉の魅力を感じてみていただきたいと思っております。いや、米粉を使ったグルメってこうパンのイメージが ね、うん、やはり強かったんですけど、小町が取材してたお店、はい、いろいろあったね。そうですね、あの唐揚げね、びっくりしました。ちょっとあれは初めてでしたけど、ね、衣にだって使ってたって、ね、初めて食べた。初めてです。はい、美味しかったです。美味しかった。しかも米粉はもちろん、こう創意工夫された味付けもまたこれにとさ、はい、いいよね。そうですよね。ちょっと改めてなんですが、はいはい、その米粉スタンプラリーの詳細教えてください。はい、米粉スタンプラリーには倉敷市内の11店舗が参加しています。期間中、参加店舗を巡ってスタンプを3つ集めると、素敵な米粉商品が30名様に当たります。開催期間は2月13日までで、応募締め切りは2月16日です。食べて知って米粉を楽しみましょう。詳しくは米粉スタンプラリーで検索してください。はい、今日は第41代倉敷小町の竹垣奈美恵さんにお越しいただきました。ありがとうございました。